公益財団法人日本、キリスト教婦人教風会は、東京都新宿区百人町に本部を置く公益財団法人である。1886年に設立されたキリスト教系の日本の女性団体である、日本キリスト教協議会所属。1870年代のアメリカ合衆国で、 禁酒運動を代々的に展開していたプロテスタント系の禁酒運動婦人団体女性キリスト教禁酒連合の日本支部として矢島カジコラが組織した。活動初期は禁酒禁煙運動、交渉制度の廃止運動、婦人参政権獲得運動に力を置いていた。1900年頃からのかつての廃止運動では、旧西軍中央婦人救済部とともに婦人ホーム、 職業紹介、教育、人事相談、医療を行って、夫人を救済し制度に復帰せしめようとする活動を行っていた。関東大震災後は特に力を入れて活動を行い、単純な就業婦は減っていったものの、その代わりとして、裏と表と二重の職業を持っている夫人が増えていったとされる。また、シベリアからの唐雪さん問題や、 大日本帝国陸軍兵士の性病蔓延を改善するために、すでにアメリカ軍では実績のあった禁止と純血生活を導入したいと考え、純血運動を行った。当時の日本では、酒と女は軍隊に付き物という考えであったから、これらの常識に対する挑戦であった。1939年に純血報告懇談会が設けられた際には、 廃墟運動の完成を求めた。現在は従軍慰安婦問題、靖国神社問題、戦後保障問題、天皇制問題、外国人住民基本法案制定運動、ジェンダーフリー、ポルノグラフィ規制運動などに取り組んでいる。運営施設として、女性向けシェルターの女性の家ヘルプと、強風会ステップハウスがある。機関士は、婦人新報。関連団体として、 イクパート、ストップ子ども売春の会、戦争と女性への暴力リサーチアクションセンターなどがある。2000年に、聖、人権部の正治美恵子が事務局長を務める、戦争と女性への暴力日本ネットワークを支援し、太平洋戦争中における日本軍による強姦事件や従軍慰安婦問題の責任は日本国及び昭和天皇にあるとした。 女性国際戦犯法廷の開催に協力した。元慰安婦の韓国人女性と、韓国停身台問題対策協議会などによる、日本政府に対する抗議集会、水曜デモの支援も行っている。児童売春、ポルノ禁止法には、政・人権部の幹事である、宮本淳子と斎藤恵子が、共同代表を務めているイクパート、ストップ子供売春の会を通じて関わっている。 2008年3月、日本ユニセフ協会などが、児童ポルノの単純所持規制並びに、アニメや漫画などに対する規制を求めて実施した、なくそう。子供ポルノキャンペーンにおいては、賛同団体として、名を連ねた。日本ユニセフ協会なくそう。子供ポルノキャンペーンも、参照女性の多様な生き方に対して、婚姻による性の問題、現状の民法において、 夫婦別姓を認められていないことが多くの女性に不利を強いている国際社会からもたびたび勧告を受けているなど国際的にも男女の不平等が指摘されているという主張に基づき選択的夫婦別姓制度を導入を求め民法の改正を求める活動を行っている慰安婦を外交問題にするため高橋菊恵会長は韓国停信会問題対策協議会の委員に 先台加工の慰安婦に関する本を送り、この本の内容に憤慨させることに成功。高橋は、火付け役を辞任し、日本キリスト教婦人教婦会は、韓国定身大問題対策協議会と補償を、合わせて慰安婦問題の拡散を促進した。初期の慰安婦問題に関わった立正子は、この動きについて、反、男性中心主義運動として始まり、後に、 反体制運動へと変わっていったと振り返っている。また、高橋は、女子低身体を従軍慰安婦と報じて問題視されている元朝日、新聞社記者を講師として雇用することを北西学園大学に求める運動の支援している。2015年に慰安婦問題日韓合意が成立する。1886年に、アメリカの禁酒運動婦人団体、 ウィメンズ・クリスチャン・テンプランス・ユニオンの日本支部として、ミッション・スクール女子学院の校長だった、矢島か子を回答に、東京婦人教風会が設立され、海外修業婦の取り締まり、一夫一夫制の憲白、集会及び正社法の反対などの活動をした。ワドは、禁欲と純潔を通じて、キリスト教福音主義に基づいた社会を築き上げる、ことを目的に、 アメリカで設立されたプロテスタント団体でロビー活動を含むその抗議行動は女性による初の大きな社会運動となった日本では女性解放につながる強力な圧力団体として救世軍、覚醒会などと共に女性の支持を集めていった1893年に世界の平和、純血、主外防止を三大目標として日本キリスト教婦人教風会として 全国組織を確立、初期メンバーには、佐々木豊氏などがいた。当時は、他の多くの宗教団体がそうであったように、天皇崇拝戦争支持を表明して、会員を増やし、日露戦争時には、米西戦争の時のアメリカ本部の運動に倣って、戦地の兵士に必要物資とともに、聖書や政風会軍人化入会館優勝、同封した袋を送る運動をしたり、禁煙。 断酒して、戦費を捻出しようと提唱したりした。また、足尾鉱毒事件の際には、協力を要請され、鉱毒地婦人救済会を作って支援した。禁酒、禁煙、交渉廃止、一夫一夫性促進、女性参政権運動、平和運動、売春禁止法など、婦人運動の一端を担ったが、方法において問題視する知識人も少なくなかった。例えば、 よさのあ子は、婦人運動に理解を示しながらも、強風会に代表される宗教的、不道徳観間のみにより、他人を断罪するキリスト教的な処罰主義に疑問を呈し、また、宮本ゆり子は、同会が、農民の貧困構造の本質を解かないまま、社会機構に疎い層を動員していることへの不満を述べている。第二次大戦後は、禁酒の方針を撤回し、 飲酒運転や依存症など主外対策に取り組むために本部から独立。外国人部には来社は中日大使の母親や外国人宣教師が所属した。歪説文書であるかを争った1952年のチャタレイ事件の裁判では会員のガントレットツネコらが出廷し出版社や著者に対して抗議を行った。1957年の売春防止法制定に 尽力したが、宗教的道徳観に基づいて、買う側の男性を加害者として断罪し、売る側の女性を被害者として救済しようとする、強風会の社会運動は、売春婦を含む女性たちからも支持を得ることができずに、退庁したが、従軍未安婦問題などを宗教的な道徳観から、人権擁護の視点に切り替えて、社会批判をすることで、復権の兆しを見せ、 SNS が普及した2010年代以降に男性イコール加害者、女性イコール被害者という二言論に基づいた感情的な議論が盛んになるとフェミニストの北原みのりたちによって強風会の思想が再評価されるようになった。初代回答の矢島か子明治の知識人や文化人、特に欧州都航経験者はキリスト教的価値観を 日本の飲酒を打破する手段として捉える傾向があったため、宗教的なものというより、真摯の態度の表明として支援することがあった。ありがとうございます。